はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今日も舞浜ビーチに来てるんですけど、見ての通り降水確率はですね 10% ぐらいで、まあなんでしょうね、まあ、雨に打たれることはないですけど、ちょっと曇り空相変わらずちょっとだけ続いてて、まあでもそろそろ晴れ上がる期間が来るかなと思うんですけど、まあ波は穏やかですね。でもこんな感じです。まあ、ちょっと小高い入り口のところに来てしばらくちょっと歩きますけど、で、今回の映像はちょっと Vlog 形式でお伝えしようかなと。今週1週間どんな感じだったかなと。まあもう大体僕もちょっとずつ慣れてきたんですけど、あ、手元に持ってるのこれペプシです。大体慣れてきたんですけど、まあ主に要素は3つ、仕事、転職、勉強ですね。でこっち学生向けの方では、まあ、勉強と転職っていうところをメインに話そうかなというふうに思ってるんですけどね。まあ皆さんにとっての近いんじゃないかな、転職は就活に近いと思いますと。で、今日はそれだけで寒空なんで観光客の皆さんも少ないですね。まあ、幸いまん延防止措置は、ね、解除されてますからもう来れるんですけど、で僕の友人も家族で3日くらい来たいなって言ってますね。皆さん見えますかね、 あそこになんか塔みたいに立ってるの、この辺なんですけど、この辺なんですけど、なんか砦みたいな感じで、まあそこからの景色って割といいから、ちょっと時間あったら向こうも移動して行こうかな。去年と今年行ってないですね。2年前に来た時に案内してくれた人がいて、その時に行きましたね。あ、でも波、まあ、相変わらず海は綺麗ですね。まあ、撮る分にはいいかなというふうに思ってます。で、まず転職活動的なことに関して申し上げると、結構ですね、前申し上げましたけど外資に取り始めたと、あるいはグローバル企業、まあ僕はもともとですね、10年前ぐらいの時点ではグローバル企業なりグローバリゼーションに対して否定的でした。でその根拠っていうのは、まあ主にそこにね、注視しすぎるともう国が疲弊するからっていうことに伝わりなんですけど、まあさすがにですね、これまでここまでもう国の力が落ちちゃうと国力とかに対しますけど、もうどうしようもないかなっていうふうに僕は思ってるっていうことは、まあ以前からお伝えしてる通りで、でまあグローバル企業、まあ、皆さんが名前をよく知っているような企業を書類取り始めて、まあそれは良かったかなっていうふうに思ってます。まあもちろんまだ合格じゃないですけどね。でもまあ思惑通りにまずはスタート切れたかなという感じです。で、まあ現状何をしてるかというと、まあこれは皆さんとちょっと状況違いますけど、あ、まあ毎回来るたびに一組ぐらいいるんですけど、わかりますかね、後ろの方であのウェディングドレス着てらっしゃるね方がいらして、記念撮影でしょうね。まあこれだけ綺麗なビーチですからね、そりゃ撮りますよね。うん、何の話だっけな。ああそう、転職活動の話で、グローバル企業の話で、まあ当面のところ僕がその次の仕事でやりたいなとか目標にしてることっていうのは、まあ当然ながらインタビューとかそのアプライの時点で話すんですよね。で皆さんとちょっとその辺は状況は違って、まあ新卒、第二新卒も含めての皆さんはその管理職としてとかね、そんなこと考えないですし、例えば技術職だったらスクリプトちゃんと書けるようになりたいとか、モデルをデプロイして実装したいとか、まあもちろん僕もそれは高度なものっていうのはまだまだ僕も覚えなきゃいけないことはあるんですけど、まあそれもあるんですけど、まあやっぱりそのもっとね、全体を、事業全体、あれチーム全体を眺めるための能力っていうのもやっぱり
問われるところでちょっと物が多くてですね、サングラスをちょっとかけて、これやっちゃうとななくしちゃったりするから、これなるべくしない方がいいけどね、ちょっと物が多いから、ちょっとペットボトルがでかいから手元に持ってると思ってなんかうまく入れらんないから、ペットボトルは持ってるし、モバイルバッテリーを持ってるから、もうポケットなんかパンパンなんですよ。でしかもサングラス持ってきちゃったから、今日ですね、まあ脱線の話多いですけど、今日あの部屋の中で日差しが強くて、あそういえばサングラス持ってたよなと思って、画面見るのもですね眩しかったから、部屋の中でサングラスかけてましたで多分こんだんだんそういう状況増えてくると思うんですけど、まあそれはさておき、あの沖縄とか南の方来る方はサングラス必須ですからね、気をつけてくださいね。でまあそれは置いといて、まあ、やっぱりその事業全体とかチーム全体を見渡すためにはっていう能力、あるいは技術も必要になってくるんですよ。でその時に特にデータ、まあ、別の映像でもちょっと申し上げようかなというふうに思うんですけど、データサイエンス周りだと、まあ、やっぱり ML Ops、 その機械学習の保守運用の技術とか、あそのデータブリックスとかね、データロボットとか聞いたことあるか分かんないですけど、まあ、あるんですよ。でその手動でねちまちまやるっていうのはもう全然効率悪くて、そんなことやったらあっという間にそのライバルに追い抜かれちゃいますから、やっぱりそういうものをちゃんとね使いこなせるようになるっていうこともね大事だったりするんですね。まあもちろんそこで扱うものっていうのは、まあ前から言っているデータサイエンスの3つ、分散処理、古典的な機械学習ディープ、全部でそれぞれ S からPython、R、まあ、R、Python って感じかな、まあ、使うわけなんですけど、まあ、そのだんだんそういう、ね、大きいしその視点で構築していくっていう能力を求められてて、で僕もそういうものを磨きたいので、となるとやっぱり大きい企業の方がいいんですよね。で前から言ってる通り、その大きい企業はなんでいいかっていうと、やっぱりデータセットを持ってるし、で今言ったようなデータブリックスとかデータロボット高いんですよ、導入するのが。だちっちゃい企業でできないんですよね。でまたそこでも格差ある開きがち、小さい企業が ML で伸びていくためには、その辺のコスト面との戦いとか一気に加速するタイミングをちゃんとつかまないと、まあ今後厳しいだろうなというふうに思うんですけど、まあいずれにせよそういうところから大企業、グローバル企業を今志向している。でもう一つは、まあ、アメリカに渡りたいってことをずっと言ってるわけですよね、僕は。で、アメリカにブランチを持ってる企業も最近では、まだサングラス好きなんていうか、でもちょっと眩しくなって、あっちの方明るくなってるじゃないですか。まあね、こんな感じです。まあ、それだと。まあ、そうなるとグローバル企業の方がやっぱり保護しやすいんですよね。あるいはそっちのブランチに行ける。一部の企業ではもうアメリカに本社を移転してるとか、そういう企業をアプライしている企業があるので、まあ僕にとっては当然合理的だよなっていう判断になるわけですよ。というわけで、まあその自分の意思とやってきたことと、まあもちろん書類で落とされる企業たくさんありますけど、まあ、まあここ落ちちゃったか辛いなっていうことは現状そんなに多くないっていうのも、まあ、全体として整合性保たれてていいのかなっていう気がしています、僕自身の判定ですよ。まあ何はどうもあれ通らないと意味ないですから、まあ通るために頑張りたいなというふうに思います。で勉強に関しては相変わらず英語の勉強とアルゴリズムの勉強やってますね。英語の勉強に関してはTOEFLのリスニングを無料アプリ使ってるのがあるんですけど、それ全部でですね模擬試験が34セットあるんですよ。随分あるな、無料でありがたいなと思うんですけど、そのうち大体11セット終わったかな、終わったっていうか、まあ一通り丁寧に理解できたかなって1回ずつで、その実際の試験時間はまあ30分ぐらいなんかな。でもやっぱりそのハイスコア狙おうとすると緻密に読まなきゃいけないわけじゃないですか。そういうところから繰り返し聞くっていうこともやっていれば、やっぱり慣れないといけないので、
ワンセットやっぱり2時間とか2時間半普通にかけてますね。でまあそれを11回くらい、まあとりあえずは、まあ、済ませたというか。で30あと23回分ぐらい残ってるから、それ終わった後で今度スピーキングのね、練習勉強を始めようかなというふうに思ってるんですけど、まあ入るもの入ってこないと喋れないですからいう、そういうところもあります。で単語の類はもう一通りザーッとやっちゃって、僕が使ったのはみかんってやつかな、無料のアプリがあって、でもまあ別に単語で死ぬほど苦労するトフルでっていうことはあんまりないから、やっぱり耳と表現ですよね。スムーズな表現がスーッと出てくるかどうか、まあそれはリスニングスピーキングに限らずですけど、すごい大事かなと思ってます。まあそんな感じで今やってますね。あ、見ての通り、あ、見ての通りってあんまり分かりづらいか、足跡全然ないじゃないですか。もうお客さんがいないってことですね、観光客。まあ僕にとってはありがたいですけど。でアルゴリズムの勉強は最近は、クラッキング・ザ・コーディング・インタビューっていう有名な本があって、前から僕は少しずつ勉強しては復習したりしてるんですけど、ここ2週間ぐらいは Python で書かれたリポジトリが GitHub にのあって、それで Python で書いた場合の回答なんかを、ね、よく復習してましたね。やっぱり Python 楽ですよ。特に Pythonic って言われてる書き方、Python での書き方見た後に Java と C++ の書き方見るとはぁって感じですよ。いや大変だなっていう。とはいえまあ Java、C++ を一度一通り見るっていうのは大事だと思うし、でさらに最近は Pyza ってあるじゃないですか、まあ競技プログラミングの練習サイトみたいな感じなんかな。であれあれで基礎練習として僕はすごいいいと思うし、で僕もそういうの慣れてないから並行で使ってますね。パイザラーニングってやつか、実際のその競技の問題っていうよりは問題集みたいなのがアップされていて、模範解答もついてて、でさらに C++ と Java での模範解答もついてて、方針解説なんかもね一通りあるので。ただパイザの問題って基本的にクラッキング・ザ・コーディング・インタビューよりも優しいから、まあ走り込みとか基礎訓練にはすごくいいんじゃないかな。特に学生の皆さんいいんじゃないですか、あれやし、ジュニアの皆さんにというふうに思いました。僕の弱点は毎回言ってる通り、その概念としては知識としてはあるんだけど手元動かんっていうところなので、まあ皆さんとその勉強しなきゃいけない視点とか、あるいはそのアプローチの仕方って違うんですけど、おそらくは、まあ、皆さんにとっても今の2つはアルゴリズムを勉強する上でいいんじゃないかな。多くのね、ソフトウェアエンジニアの YouTuber の人とか、まあ、クラッキング・コーディング・インタビューはよく紹介してますね。まあ、有名な本ですからね。そもそも Google の出身者が著者ですから。まあ、女性で可愛らしい方が書いてらっしゃるので、まあ、その辺もベストセラーになった理由かなとか思ったりしますけど、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思いますね。というわけで、まあ、ちょっと、今週1週間の Vlog 的な話を行う予定ではしました。また引き続き週間もここで取りだめて、まあ、一部もう上げてるかわかんないですけど、東平名崎で撮った映像なんかもあるんですけど、ただね風切りも凄まじかったんですよね。昨日こんな穏やかじゃなかったんですよ。昨日はすごい風で、まあ、その中でも撮ってきたので、まあでも、まあせっかく撮ったので上げとこうかなと思います。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録、高評価の方お願いできれば幸いです。では今回はこの辺でバイバイ。